はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。ポケットモンスターサンムーン、モンコレゲットボリューム3、始まりの水辺と、組み立てトレーナーズキットです。はい、探してたモンコレボリューム3の水ポケモンシリーズを見つけましたので、1500円を使って5回やってきたのと、まだレビューしてなかった食玩アイテムがありましたので、一緒にレビューしましょう。まずは、モンコレゲットから1回、 一回300円で、全9種類で水ポケモン中心なんですが、黄色いカプセルは何かというと、ラプラスだラインナップを見ると、アシマリ、生拳、マケンカニ、ラプラス、ギャラドス、ボーマンダボーマンダいいですね。そしてアシマリは僕の持ってるやつと、 表情とかポーズが違って、多分セリフも変わってくるのかな二個目はドドン。これもあーラプラスだ。さらに白いやつは、これはギャラドスギャラドスなのにかなり小さめ。赤いカプセルはなんだボーマンダ来い。いきます。せーのードン誰おーボーマンダ来た嬉しい。ということはこれもボーマンダかなお なんだあ、やっぱり、ボーマンダでした。カプセルのカラーによってポケモンが決まってるっぽいですね。ということで、5回やった結果、ボーマンダが2ギャラドスが1ラプラスが2の、あ、というかこれギャラドス、今気づきましたが、シークレットじゃないこれ。<laughs> シークレットバージョンですよね。ちょっと色が違って、テカってる。Z 技っぽい。 前のピカチュウと同じようなメタリックカラーに仕上がってますね。あ、そうなんだ。ガシャポンもシークレットあるんですね。書いてあったっけそんなこと。し、あ、書いてある。ノーマル6のシークレット3。あ、なるほど。今一度ギャラドスを詳しく見るとこうで、上側、下側にはいつも通り簡単なスペックで、 ボーマンダーはぐるりと見回すとこうなっております。進化系のポケモンでもみんな小さめですよね。ラプラスはこのような感じ。それでは音声を鳴らしましょう。まずはシークレットのギャラドス。相変わらずの迫力だな、ギャラドス。 ギャラドスに遭遇すると、悲しりにあったようになるけど、目をそらしてはダメだぜ。こいつは水タイプの Z 技。スーパーアクアトルネードが使えるぜすごい長ゼリフ。ククイ博士の超絶長ゼリフが入っておりました。しかも、シークレットバージョン用に、Z 技解説までありましたね。すご なんかモンゴルゲットも最初ピカチュウが読み込めなくて微妙な感じかなと思いましたがいろんなものと連動してるとだんだん楽しくなってきましたそしてバトルあここで Z リングを使うわけねもう一回長台詞を聞きたい。 ギャラドスに遭遇すると金縛りにあったようになるけど目をそらしてはダメだぜこいつは水タイプの Z 技スーパーアクアトルネードが使えるぜ次はボーマンダゴー,ー,ー,ーボーマンダ高速で飛ぶボーマンダはまさにドラゴン飛行タイプだぜはい3回目でゲット 最後はラプラ,スラプラスはいどのポケモンもスムーズに読み込むことができましたしやっぱりシークレットの特別な音声いいですね。 では次は組み立てトレーナーズキットを作りましょう。1個350円で1番ロトム図鑑 A、2番ロトム図鑑 B、3番 Z リング &Z クリスタル。まずはロトム図鑑を完成させましょう。というか完成品が入ってるかと思いきや、ちゃんとランナーになってて組み立てるタイプですね。すごくシンプルなパーツ構成でタッチゲートですから工具がなくパチパチとランナーから取ることができます。 まずは表情変化用のシールを貼って、これを作ったら、ここを内側に位置を合わせつつ、背面パーツで止めてダイヤルをセットしたら、後ろ側から蓋をして、カッチャッと。これでくるくると回すことで表情が変わりますね。 簡単な作りですけど、こういうギミックス機。足を取り付けて、ボールジョイントを使って、両腕をはめれば、本体のパッチ組みは OK で、あとはディスプレイ部分のシールと、右手のグレーの部分と背面のモンスターボール柄にシールを貼れば、はい !1、2分で完成しました。超簡単。 ロトム図鑑をぐるりと見回すとこうで表側上下で後ろにダイヤルがありますからこれをくるくると回すことで寝てる状態と起きてる状態の2モード表情変化ができます。しかもダイヤル部分はそんなに軽くなくて割としっかりしてますから表情変化もやりやすいですね。 ここはボールジイントで動かすことができますから少しだけポーズを変えることも OK ですね。自立もできますので電源オン状態と腕を下にしてスリープモードっぽいこともできますからこうなるとだいぶ見た目の印象が変わりますね。ちなみにモンコレゲートと比べるとこうでギャラドスとかラプラスに比べてこのサイズ感ですからロトム図感超でかいっす。 モンコレのロトム図鑑と比べてもボリュームがあって完成度が高いのがわかりますね。次はロトム図鑑 B。これはパズルになっててディスプレイを入れ替えることでパズルイラストは2種類。パズルは何度もセットが可能。こちらもランナーに入ってて、シールと、あ、でもだいぶ違う。まず前後でくっつけて、ここでパズルのオンオフができますから、 あとはパズルパーツ部分をここにはめていって、4つともはめたら、1、2、3、4の番号が薄く振ってありますから、これに合わせてシールを貼れば OK ですね。はい、8枚のシールを貼ったら、ロトム側の目のシールも貼って、そしてランナーからパーツを取り外せば、 はい、ロトム図鑑 B の組み立てが終わりました。ここからパズル感覚でマップを置いていきましょう。4つのパーツが入りますから、こう来て、こう来て、もう形がある程度決まっておりますので、パズルといってもドシンプルな作りですね。ここでグッとはめれば、はい、OK。まずはマップバージョンのロトムで、ロトムのここの ディスプレイ部分にマップが出てるって感じですかね。そうして、後ろのロックを押すことでパーツが取れますから、今度はマップを逆にすることで、ルナアーラ。この文字の下にルナアーラをはめて、もう一個がソルガレオで、ソルガレオの下にソルガレオ。はい、これで OK。 このような2パターンのパズルイラストで遊ぶことができます。特に A と連動したりとかそういうことはありませんね。では最後は3番 Z リング &Z クリスタル。Z クリスタルは4種付属をなかなかゴージャス。はい、結構シールが入っててこのようなパーツ構成でクリスタル部分とベースの Z リングがあってまずはベースを 作りましょう。ここにパーツをはめて、あとは柄部分をシールで再現って感じですかね。ベルトもセットして、所定の箇所にシールを貼りつつ、はい、1分ほどで本体側のシールはオッケーで、あとはクリアパーツに各属性シールですね。ランナーの状態で貼っちゃいましょう。4種類貼ったら、こっちの上側のクリスタルを外して、 上からセット。おーこれなかなかよくできてる。全部外して、クリスタルも。パッケージ絵を元に同じ箇所にクリスタルを取り付けましょう。ベースはすっと横からはめて、上から Z クリスタルをセット。他の二つも同じ要領で、水と炎を取り付ければ、 はい、食玩 Z リングが完成しました。ぐるりと見回すとこで、意外とちゃんとした作り。だいぶ通常版とは、というかデラックスソートのものとは、シルエットが違いますけど、比較すると食玩独自路線のような気もしますね。リング部分がかなりシンプルですが、クリスタルがしっかりとハマってて、一応 Z の文字もありますし、横から反対上下で、 大人の僕でも一応は装着することができますから、おお !Z リングにちゃんと見えるすごくないクリスタルは付け替えが可能ですから、電気から炎とかに変えて、なりきり遊びをすることができます。装着すると予想外に良かったですね。以上、ガシャポンモンコレゲットボリューム3、始まりの水辺と、ポケットモンスターサンハンドムーン、組み立てトレーナーズキットの紹介でした。